細野幸宏から見た最近の坂本龍一は。いやー、立派な青年に。いや、違うよ。中年、中年、中年だ。立派な中年。うん。まあなんか活動的ですよね。そうだしね。うん。でも落ち着いて見えるけどね。うん。うん。見える。うん。何が。スマップにもそう言われてたけど。ここからジジイ砲弾。ジジイ。まあ漫談でいいんですよ。はい。うん。どんなことですか。そうですね。最近関心のあること。年が明けたばっかりだからね。うん。最近ね。関心のあることやっぱり。低インシュリンダイエットかな。低インシュリンダイエット、うん、知ってる。知らない。僕必要ないんだ。あ、そうか。雪でやっちゃまずいよね。脂肪ないもんね。うん、低インシュリンまずいかもしれない僕。あ、そうだよね。低血糖症になっちゃうね。うん、やってんの。ちょっとね。GI 値っていうのがあってさ、それを頭に入れて、うん、食べるときに気をつける。うん、GI 値って何。わかんない。気をつけようがないじゃん、多分。じゃあ、なんていうのかな、血糖値を高めやすい食べ物と、そうでないものの値ですね。うん、あ、例えば。で、例えばですね、血糖値を高めやすいのは、芋系ですね。あ、そうなの。うん。それでね、肉とか魚は意外と低いんですよ。ああ。なんか、いわゆるカロリーダイエットとは随分違うんですよ。ポテトはダメなんですね。ポテトはかなり高いです。うん。人参も高い。人参もダメ。だから、ゆきろくんは食べた方がいいわけ、そういうもの。ああ、食べます、食べます。うん。細野さん、人参ダメだって。ダメなの？うん。どうしようかな。人参好き。人参、馬が好きでしょ？うん。うん。ゆきろは馬の筋肉なんだよね。だから、食ってるんだ。あ、だから食っていいんだ。うん、そう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 。僕、接近ですから。そうだね、赤い筋肉。教授はどっちなんだろう。どっちだろうな。人間には接近体質と白筋体質があるんだって。どういう字書くの。赤白。接近、筋って筋肉、筋筋。なんだろうそれ。細野さんとほら白筋体質って感じするじゃん。まずそう言われてみれば白っぽい筋肉。なんかぷよっとしてる人と筋張ってる人の違いだよ。なるほどね。教授混ざってもらう。ロゼ。ロゼだ。ロゼ。ロゼ。ロゼ菌。ガス入り。ガス入り。そう、わからないですね。どっちかすると赤筋だと思うんですけどね、教授は。そうだね、鍛えるとスポーツマンタイプだもん。鍛えてないですかね。うん、僕は。うん、知ってる。うん。痛まりだし。これだけは許せないっていう最近の社会で。うん、ありすぎる。ありすぎる。ありすぎるね。それを言っちゃね。言ってたらね、なんかどんどん暗くなっちゃうね。暗くなるし、ジジイ砲弾じゃなくなりますよね。そうなんですよ。最近だからそういうことはね、無視する。無視して、なんか気になんなくなってきちゃったりね、すると。あんまニュース見ないしね。うん。見ない、見ないようにしてる。気になっちゃうもんね。ストレスが多くなっちゃう。ああ、僕それでストレス溜まってるわ。ゆきひろ見るね。見る見る。見てる。すごい細かく見てる。ワイドショーとかも？ワイドショーもたまに見る。で、怒ってんの。怒ってんの。こんなのやるんだよ、番組でとか言って。見なきゃいいのに。あ、そう。それジジイだよね。そうそうそう。ありがちと。投書なんかしないの？しないね。うん、したいなと思う時もある。電話なんかしちゃったりして、テレビ局に。うん、したいけど、でもなんでテレビ局に電話する人いるんだろうね、あれ。うん、すごくかかってくるみたいですよ、あれ。見なきゃいいじゃんだったら。ね。そうですね。うん、まあ、ストレスの上がるようなことは、ね、見たくないですね。最近凝っている健康法っていうのはさっきの教授が言ってたインシュリンダイエット法ですね、じゃあ。うん。あれと、それとなんだっけ、あれ。変な板にね、乗るんですよ。こういう。サーフィン？その板ではなくて、このなんていうのかな、傾斜がつけられる板の上に乗ってると、背筋というか腰とかが、こう、ストレッチされる状態になるんですよ。まあ普通にストレッチしてもいいんだけど。ストレッチはいいですよね。体に。といいらしいです。細野さんやんないんだよね。レコーディング中もよくね、ストレッチを進めるんですけど。それにしては元気だよね。細野さんほんと元気。そんなことないって。そんなことないって。細野さんね、抗体が強いの。うん。普通の人より。免疫も。思い込みだよ、それ。長生きそうだよね。とんでもない。風邪ひかないもん。ひいたよ、この間。
いや、引かない、引かない。雪浩は引かないでしょ。ずーっと引いてる。あ、引いてる。もう今、喉痛くて痛くて、去年からずーっと。そうなんだ。いや、雪浩はね、あっちこっち痛い痛いって言ってね、うん、すごい一番丈夫なんだよ。そうそう、痛い自慢。倒れたのとこ見たことないもんね。そうだよね。うん。いや、倒れますよ、たまに。そう。インフルエンザとかで、パタッと。本当に、うん、うん。みんなが見てる前で倒れてほしいよね。うん、そうですか、うん。で今度今度倒れてみるリクエストに答えして目の前で、そういう点では教授も丈夫でしょ。教授はでもダメですね、やっぱり。ダメ。去年8月に腰を痛めて以来、うん、ああそういう ね物理的なやつだ、うん、そう。でもね、やっぱりそれも内臓とかと関係あるみたいですね。あるある絶対ある。腰は、うん、腸とかね。そうですね、うん。まあ、やっぱりじじいだから体の話になっちゃいますね。いつも生きようとこんな話ばっかりだよ。でしょ、うん、もう僕も最近人と会うとこんな話ばっかりですね。大体レコーディングの前は一通りこういう話しなきゃダメだみたいな。一通り情報交換して、うん、ね、うん、で大体細野さんはね、情報網が分かるの。ああそう、 あるある大事典かね。なるほど納得かね。何ですかそれ。いや日本にそういうね、ワイドショー系のとかあるんですよ。知らないんだ、見なきゃ。あそう見なくてもいいですよ別に。そう、いや最新情報だよ。ミノモンタの最新情報があるんです。あお昼にやってるやつ。そう本当新しいよあの情報。本当、うん、見なきゃ。別にミノモンタが言ってるわけじゃない。そうそうそれは違うね。元の情報が新しいから。それは違う。確かにミノモンタが新しいわけじゃないですね、うん、あるあるは酒井さんですよね。そうだね、うんうん、何坂井さんって、まあ、何にも知らない。あそうなんだ。大体だから僕たち共通の話題はそれですよね。あそうこの間見たあれ、うん、そんなそうなんだ。そうそうそう。あとは食、これだけあれば生きている本当に好きな、生きていける本当に好きな食べ物。僕は納豆ですね。あそう、うん、大好き。いいんだよね体にね。それだけあればいいわけ本当に。いやご飯も欲しいけれど。じゃあご飯と納豆だけでいいの。ご飯と納豆は欲しいですね。そこにはお味噌汁も欲しいですね。でしょ。ね、芋系はダメだけど大豆系はいいの。大豆系は大丈夫。でも、うん、豆は大丈夫かな、うん、豆は素晴らしいんじゃないですか、うん、素晴らしいです、うん、納豆はいいですよね。納豆いいね、うんうん、あれ本当は一日一粒でいいんだよ。そんなちょっといい、うん、十分。その代わり毎日毎日食べなきゃ。そんな食べ方どうして難しすぎるわ。難しいじゃない。それなるほど納豆で言ってたんですよ昔。それは何なんですか。ミノモンタなんですか。そうそうそう、うん、一粒売ってくださいっていうことになるわけね。じゃあ、ね、で一粒ずつ食べればいい。あすごく大切なのがありますよ。しじみ汁好き。あ肝臓にいいと言われる。言われる。好きだよ、うん、あれの一番上手な食べ方っていうのがあって、うん、一つずつ買ってまあそれも素敵だけど、うん、買ってくるじゃん、うん、買ってきたらすぐ冷凍するの。ああ生きてるやつを。そうするとね、うん、生きてるんだ。生きてるじゃないですか。そうしじみって死んで死んでるのかと思ってた。死んでない。死んでたらあれパカッと開かないですよ。そうかそうか、うん、なるほど。まだ生きてるんですね、うん、で生きてるうちに残酷だな。冷凍すると、うん、残酷な特別な物質を出すんですって。残酷。自分の中でこう僕たちも違う違う違う。しじみが、しじみが俺たち冷凍されない。冷凍されない。いや教授は出してるよ。出してる、うん、出してる。特別な物質絶対出してるわ。それでその特別な物質が出たやつを解凍して、うん、お味噌汁にしたりして食べるわけよ、うんうん、そうするとものすごい抗体が中にあって体にいい物質が、うん、免疫が高まるとか。高まる。なるほど、うん、これ覚えておいてくださいね。もうダメだ僕、うん、教授が出してる特別なものってなんだろうなと思って思ったらなんか汗臭そうだよね。いやそんなことないんじゃないわ。ひどい。なんか汗と一緒に出してそうだよね、うん、でもよくねあのこういう時計バンドがあるじゃないですか、うん、まあ普通の人はどうなのか分かんないんだけど、うん、その溶けちゃうんですよね。えボロボロにすんごい。なんかやっぱりそれ塩酸とか出てんじゃないの。シューシューなんか出てるのかな。特別だやっぱり。溶けちゃうんだ。ならない。ならない。僕一応鉄だけど、ね、そんな人いないのね。いないいないよ。それはない。成分が何で皮でも鉄でも何でも溶けちゃうの、うん、鉄はさすがに溶けないですけど皮だと思う。1年ぐらいで3ヶ月ぐらい、ね、ボロボロになっちゃうんですけど、はあ、しょっちゅう取り替えないと困るの。硫酸とか塩酸とかそっち系が出てるんですかね。そうだ、硫化水素かな、ね、硫化水素すごいな。エイリアンと同じ。二酸化硫黄かな。教授がなんかパッて出たもの触るとジューってなんか煙出るんだよきっと。そうか、やっぱ丈夫なんだ教授は。そう、丈夫とは言えないんだけど。完全生物だもんね、うん、エイリアン。うん、
そんなわけでスケッチショーの細野晴臣さん、高橋幸宏さんのお二人でした。